ひなさん、欲と泥正解。じゃあ、よしみさん、汚れると法律の方正解。よしよしよし、法学部やるな。ブッシュダウンをさ、できるように今、法を改正しようみたいなこと言ってるじゃん。ほうロックダウンだと出ちゃいけない、本当に家から出ちゃいけなくなるんだよ、もう命令で。この前の俺らっていうか、多分撮影もしちゃいけない気がするんだよね。だからそうなったら この2週間の俺らってことですよ。だね、そしたらまたガンプラ作れちゃうかな。え、全員それないの？うん、なんか出たら罰金とかなんだよね。シグヤンの法院、そのフランスだっけ、どっかは。え、どうやって読むのか、まあ別に法改正ってめっちゃ期間かかんないの。いくつか作ってる。いや、途中で法学部が詳しいじゃん。わからん。法学部そんなこと学ばんよ。ロックダウン OK にするためにどんぐらいかかるかわからんって。でもなんかやっぱりコーナーの時と比べるとね、うん、着実にね、文系が力つけてきてる、うんうん、もう次こそはまた言ってた。また言っちまった、そんなセリフを。次ビール作ろうぜ。おお、いやいやいや、法律ダメでしょ。確かに。あ、ダメ、鮭作っちゃダメだ。確かに。危ねえ。ヨーヨーヨー車で、まあ、大岡さばきよ、ぶっちゃんの頭金を年内。あー、なるほど。そっから残り3、いやー、頭金いくらよかったな。そんな伸ばす必要ん、そんな伸ばす必要あれ、ヨーヨー、そうだって、ヨーヨー容赦がない。ないなぁ、容赦のない男が来た。お前本当にね、ない容赦。もうさ、だってその間に自分でできたはずなんでさ、自分で積み重ねてるわけだから、そんなのは。そう、もう現段階で容赦されてるって言われてるね。もうだって3ヶ月以上待ってるじゃん、11万滞納してから。3ヶ月ヨーヨー容赦じゃん、じゃあ。本当だ、ヨーヨー容赦だ。もう現段階でヨーヨー容赦してるから。法学部だし、利息の計算もちゃんと任せるわ。第9問、はい。日本はですね、国の権力を三権分立という仕組みで分散させているわけでございますね。その三権分立、三権とは立法と行政とあと1個は何でしょう。では考えください。せーの、ドン、はい。文系チームからお出しください。こんなんどうでね、司法。理系チーム、立法、行政、国民。文系正解。わーい、おっしゃい。国民、恥ずかしい。待ってよ、恥ずかしい。さすがに恥ずいわ。意味不明。司法か、司法って出る。司法、いやー、わからんな。でも全然出そう。法学部だってこいつ。あ、それは強いわ。さすがに法学部は絶対わかるから。いや、わかるよ。決まった。いきますよ、はい、せーの。して、あ、立法と行政とあと一個何でしたっけ。はい。なんか、なんでなんだろうね。法と行政と、ちゃんと抜けてるとこ行ってくるね。なんか上手だね。司法は違うか。はい、ちょっとこの字面見てみて。やばい、これどうせ見ないともうそろそろ時間やばいよ。いいよ。いや、見てて違いない。絶対見るね。うわ、これ書いたかったな。あ、ありました、ありました。司法だ。うーわ、司法マジやば。のちみつ言うてたし、お前しかも法学部やん。お、法学部絶対受かんなきゃダメやん。あんなもん形だけやろ。関係ないやん、楽しく生きとったんだから。して、理系チーム参考書見ましたか。見てません。文系チーム参考書見ましたか。俺はね、しっかりと見ました。見ました。いやー、見せたー。法学部だからってな。法学部でだって俺地方って、ちゃいて、ちゃいて、司法って言ったの俺。立法、司法、一緒やん。かぶりすぎだろ、かぶりすぎやって見るやん。司法って書いてあるやん。いや、そうだった、同じやんって。めっちゃ切れたことあるわっていう、全部の冷やしが。